はいどうも皆様、ジャミーネットです。さあ、飛び盛り実況続きやっていきましょうか。今回はですね、ちょっと前々から気になっていた恐怖村がありますので、そちらにお邪魔させていただきたいなと思います。夢番地で指定していく、まず 1A の00015A の D1 の FB になっておりますということで、今回訪れさせていただく恐怖村はルンルンレロ村になります。では早速行ってみましょう。さあというわけでやってまいりました、ルンルンレロ村ですね。なんとですね、シンボルツリーの目の前にカフェがあるということで、これね、改造を使ってるわけじゃなくて、どうやら公共事業のバグを使ってやってみたいですね。俺も公共事業のバグっていうのやったことないんだけど、なんか公共事業を建てるときに何かしらの方法を使ったらこうやって自由に建てられるみたいですね。ちょっとやっていきましょうか。鉄仮面で、こっちがキャンディー、鉄甲冑で、これが鉄の甲冑、飴、甲冑靴。とりあえず一旦着替えてからいろいろ回っていきましょうか。プレゼントもバッチリと持っていく。これで最後に服。なんでこの装備なんだろう。独特な雰囲気あるな。骸骨、骸骨が落ちている。じゃあまずは村一周してから、まあ、参りたいなと思うんですけれども、どうしよう、カモメさんから先に行く。花多いな、花多いからこっちから先に行きましょうか。ちょっとここら辺から不穏な空気出てきたな。お墓ですね。多分掘り起こしたらやべえもん出てきそうな気がしますが、まず1軒目行きましょうか。さて、ぴょん太郎、なんかぴょん太郎の家みたいになってんな。コールド系、アイス系の家具ですね。でもなぜか、すごい BGM は愉快な感じになってるわけなんだけれども、ちょっとまずは右側から行ってみましょうか。右側は？出た。よくなんか葬式場みたいなところに流れてる BGM だな。怪しい。怪しい薬作ってんな。なんだここ。ロココ家具か。なんか、紫色になるだけで全然雰囲気が変わりましたね。恐怖感ある。なんかハロウィンっぽいね。ハロウィンっぽい感じはするけれども、ちょっと違った雰囲気が流れております。さて、じゃあ、まずは、上に行ってみましょうかい。ここは任天堂系の家具か。ゲームショップって感じですね。ここら辺のを見る限り。これ何なんだろう。これただのワカメか。で、プレゼントも置いてある。ここの部屋はまあまあそんなに恐怖村要素ってわけではないんだな。なぜかバスケットボールも置いてある。遊ぶ空間って感じだね。さて、左の部屋にやってまいりました。さっきと同じような感じだね。ここもロココ家具がありまして、なぜかちょっと大金が積まれているわけなんだけれども。いやでもやっぱハロウィンっぽいね。この壁紙とかもハロウィンの専用家具だし。そこら辺は意識して作られてるのかもしれません。さっきからなんか玉座とか王冠とかクイーンの冠見かけますね。ところどころ高級な家具とかが置いてある。さて、上の部屋にやってまいりましたが、なんだこの統一性のない部屋は。トウモロコシ。で、ここはアイス系のベッド。うわ、不壁の家具だ。珍しいもの持ってますね。そんなに長い期間なかったよな、この不景気の家具。めちゃくちゃ欲しかった。正直この時にちょうど飛び盛り始めて、手に入れよう手に入れようって言って、結局忘れてたやつだ。懐かしいですね。アイス系の家具。なんか夏っぽいんだけどね。ここら辺の雰囲気は。でもここら辺はベッドはアイスなんだもんな。さて、下の部屋にやってまいりましたが、なんか宇宙人に侵食されてる。怖えな。ここら辺は魚も買ってんのか。この魚たち何に使うんだろう。全然この空間に似合わないですね、魚たち。多分実験用に
使われるとは思うんだけれども、薄気味悪いなこのゴミ袋とか。何が入ってるんだろう中身。さて1軒目お邪魔させていただきました。カモメさん、ぴょん太郎38。何38って、ぴょん太郎38歳。ぴょん太郎38歳ってことはないよね。38って何の数字なんだろうな。まあまあそれはいいとして、こっち側から順番に行きましょうか。綺麗なんだけどね、すげえ村地だけ。あー、なんか怒られたのかな。はてなはてな。何か疑問を持っている。ここに入って確認してみましょう。さて最初はゴージャス系の家具ですね。かなり高級そうな家になっているわけなんだけれども、カニとかも買ってるもんな。まあカニ買う家庭とかめったに見ないけど、お金持ちのそういう思考なのかもしれない。こっちから行こう。右の部屋はこういう何もないような感じの空間が一番怖えんだよ。近いな、位置が。テーブルと椅子の位置がこんな感じになる。なんか足テーブルに乗っけてしまいそう。さて上の部屋にやってまいりましたが、リゾート系の家具。それにしてはさっきからあれですね、壁紙と床も何も配置されてないんですね。名前忘れた。ミイロなんとかっていう感じの名前の虫だった気がするんだけどな。で、化石ですね。さて、左の部屋にやってまいりましたが、すっげー、面接場なのかな。ここで、なんでこの椅子だけ置いてあるんだろう。壁紙は相変わらず何にもないんですね。床は配置されてるけど、このテレビに何も映ってない時一番怖いよね。さて上の部屋にやってまいりましたが、壁紙と床はすげえ高級なのに、なんでだろう。魚系珍しい。上から読んだら何かなるとかある、そういうわけではなさそうですな。ジンベエザメとかノコギリザメとか、これはピラルクか。なんか、マチモリで釣ったわ。すっげー苦戦した。特にこの部屋は、魚だけしか置いてないって感じなのか。トロフィーとかあるけど。さて、最後に下の部屋にやってまいりましたが、相変わらずジンベエザメ優雅に泳いでますね。ここら辺はかなり高級な魚たちがいるわけなんだけれども、ピラルク、マンボウ、ジンベエザメ、サメ。何なんだろうな。なんか、この研究所には似つかない、すっげえ高そうな椅子置いてありますね。これだけ雰囲気が違うな。あ、でもここもだ。なんかそういうこだわりでもあるんですかね。これで実験しようと思うと、なんか汚さないようにしなきゃ、みたいな気持ちになりそう。さて、2軒目もお邪魔させていただきましたので、ちょっとこのままですね上の方に上がっていきたいなと思います。ここは白雪姫さんで、最後は魔女さん。白雪姫さん、わあ、リンゴが多くなってきた。おはよう。おはようございます。行きましょう。徐々に怖くなってきた。お墓だ。 BGM ないのが一番怖えよ。右から行く。こんなにお墓あることはないもんな普通。こっちはこれ怖えよな。なんだこの前でさ、何してんだこの人。このめっちゃ落ちてるけど、自分で今塗ろうとしてる。でも壁とか床を見る限り、なんか美術系に所属してる人だよね。上行ってみるか。だんだん怖くなってきたぞ。さて、上の部屋。さっきと一変したな。
通にエッグ家具で、これな、怖えよな、これな、この家具、ハッピーホームのやつで手に入るやつなんだけど、結構グツグツ煮えてるのが怖かったりする。でもこの骸骨が作ってんのかな？骸骨の外側の部分がこの中に入ってるって考えたらちょっと怖くなる。やめとこう。自分で怖くしてる。さて、左の部屋にやってまいりましたが、ここは小人たちがいるわけではない。これはあれなのかな？白雪姫の小人なのかな？白雪姫の小人にしては、でも奴らって確か7人ぐらいいなかったっけ？そんな感じな気がしましたが、ここには1人しかいないですね。ピアノ。ピアノ？白雪姫出てきたっけ？さて、上の部屋にやってまいりましたが、赤ずきんか。赤ずきんっぽいな。狼も出てきましたけど、白雪姫の関係者ではないな。まあ、ここら辺はね、珍しい。クイーンの冠とか王冠とかツタンカーメンとかで、ここは多分赤ずきんの狼だよな。さっきから、よう骸骨見かけるな。最後に、下の部屋にやってまいりました。上が赤ずきん。何これ、これも何かのおとぎ話のやつか。こんなおとぎ話あったっけ。もしかしたら全部の部屋おとぎ話で作られてるのかなって思ったけど、この部屋の不気味さ全然見たことないぞ。時計も逆回り回って、この時計逆回りに回ってるやつ考えた人天才じゃない。まあ最初見たときはビビるよな。さて、3軒目もお邪魔させていただいたわけなんですけれども、ちょっと最後にですね、あちらの魔女さんのご自宅に行こうかなと思います。俺白雪姫と魔女でつながってるのかなって思ってたんだけど、なんか赤ずきん出てきたもんな。そういうのは関係なさそうですね。めっちゃ綺麗なんだけど、マイデザイン。これ、恐怖村だもんな。行こうか。ここが最後のお家ですね。燃えてる。プレゼント。開けていきましょう。骸骨。骸骨。赤黄色パンジー。骸骨だと思った。違いましたね。ピンク。なぜピンク？魔女さん。こっちから入れない。赤いリンゴいりませんか？赤いリンゴ。白雪姫、食べさせないようにしないとダメですね、赤いリンゴは。さて、魔女さんのご自宅に来たわけなんですけれども、今まで、赤いリンゴを食べさせてきた人たちリストなのかな、これ。普通に怖えわ。こっちから行こう。さて、こっちの部屋は、やっぱ魔女の部屋だけあって、あんまり大きく作られてないのかもしれませんね。ハロウィン系ですな。で、上の部屋に上がると、今まで、やっぱここはリンゴを食べさせてきた子たちなんだろうね。お墓が埋葬してある。でも、まだ、棺桶に入れてあげてる、あたり、夢と思い出が詰まっている。全然夢と思い出っぽくないけど。こういうタイプの人なのか。観察してる場合じゃねえ。それ、リンゴ食わされた人たちだ。左は？何この絵？カメレオン？何この色？こんな色の、やつあるんだ。怖えー。出た出た出た。これで食ってんのか。骸骨もめちゃくちゃあるしな。肉、これで肉焼いて食ってるんだろうな、あの魔女。なんか、見た目とは裏腹に、かなり攻撃的な魔女ですね。なぜかバイキングとかあるけど。さて、上の部屋にやってまいりましたが、なんか白雪姫っぽいな、ここら辺。テレビとテレビ、キノコになってるのか。玉座か。
玉座とか見たら確かに魔女っぽい雰囲気はありますが、村全体がちょっと他の村とは違う独特な雰囲気がありますよね。最後に下の部屋に降りてみましょうか。最後に下の部屋に降りてきたわけなんですけれども、ここは実験場っぽくね、上で作った食べ物をここまで持ってきてんのかな。中身の材料は何かわかんないけど、ここでも調理してるみたいですよね。さっきのでかい鍋は何だったんだろう。はい、というわけで今回はですね、ルンルンレロ村というところにお邪魔させていただいたわけなんですけれども、なんといってもあれですよね、ここのシンボルツリーの目の前に、まあ、カフェがめり込んでるっていうのが一番の見どころなんじゃないかなと思います。他の村にはないですよね。公共事業バグを使ってるみたいなのですが、まあ、そんなルンルンレロ村ですね。1A00-015A の D1FB になっておりますということで、気になった方はぜひぜひ来てみてはいかがでしょうか。今回はこの辺でおっときましょう。じゃあな。